この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ブノーマンさんと一緒にご飯行こうって言ったらいいよって言ってくれたかな。今までありがとうございました。ありがとうございました。はい、豚の場合は何て言う。前回のラストにバナナマンから番組の今後に関して衝撃発表。投資2011年10月からやってきました乃木坂ってどこ、本日で終了です。まあ厳密に言うとちょっと収録がここで終わりで、あと2週ぐらいはあの総集編を入れるかもしれませんけど、今日で乃木坂のスタジオ収録がこれで最後ということになります。終わりです。急なんですよ。まあみんな聞いてなかったと思いますけど、我々もこの前聞いたばっかりなんですけども、終わりです。いや残念だけどね、これ本当だね。時間が変わるとかじゃなくて終わり。乃木坂ってどこはもうなくなります。ちょっと言ってたね。そうそう、あれはだからドキッとした。あれドキッとした。まあね、日村さん、こういうバラエティ番組、はい、なかなか今の時代こんな続くっていうのもね、続くことはない、うん、我々も結成したとこからでしたから、楽しくね、はい、やらせてもらいましたけども、うんうん、じゃあ一人一人ちょっとそうしましょうか。そうでしょ。いや本当です、これマジマジマジなの。バナナマンです。2011年から3年半にわたって放送してきた乃木坂ってどこが終了。突然ですがメンバーから挨拶をもらって乃木坂お別れ会を開催します。まずは番組開始当初はなかなか前へと出てくることができなかった西野、徐々に自分の色を出し8枚目シングルでセンターに抜擢。自分の足で踏み出したマカオタワーのバンジージャンプは多くの感動を呼びました。バナナマンさんと定期的に会える機会がなくなっちゃうっていうのがすごく寂しくて、けどすごく成長させてくれた場だったので、すごい乃木坂ってどこって番組があってよかったなって思います、うん、はい、はい、ありがとうございました。続いて乃木坂のムードメーカーで現在は他の番組でも活躍を見せる高山、持ち前の明るさと独特なリアクションで多くの笑いを提供してくれました。デートなんていらないよね。なんか、なんだろう、乃木坂が、劇場もない私たちにとって乃木坂ってどこか劇場のようなもので、初期からずっと一緒にやってきたのですごく寂しいしびっくりしたし、乃木坂のおかげでやれてきた部分がたくさんあったのですごく寂しいですけど、なんかまた本当に終わるとしたら悲しいです。またって、寂しいです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続いてはメンバーの中で一番の変人であり一番の常識人とも言える生田。新しきを知るということです。10枚目シングルではセンターを務め、自ら富士登山を志願して見事登頂に成功。いや私も急に言われたからなんか全然本当にこれで最後ってびっくりしちゃって、でも私もなんかこの乃木坂ですごい殻を破ってもらえたというか、この番組がなかったら見せれてない姿もいっぱいあったと思うから、なんか寂しいです。今後ないと思うと、でも本当に引っ張ってくださったバナナマンさんとかいろんな企画を考えてくださったスタッフの皆さんに感謝しています。見てくださった皆さんもありがとうございました。はい、続いては物おじしない度胸と同じになった斉藤家の歌で乃木坂を盛り上げてくれた斉藤千春からの挨拶。
すごいいつも毎回バナナマンさんに会えるのもすごい楽しみだったし、こうしてスタッフの皆さんとこうやって会えるのがもうなくなっちゃうって思うとやっぱりすごい寂しいです。ありがとうございました。続いては誰よりも真剣にアイドルと向き合い続けている中本姫か、どんな場面でも必殺の姫タンビームでスタジオの空気を和ませてくれました。ありがとうございます。バナナマンさんが姫タンって言ってくださるのも私はすごい嬉しかったです。私スタッフさんもすごく温かくて、なんか毎回収録がすごい呼んでいただけるのが楽しみだったので、嬉しいです。ありがとうございました。はい、続いて時には体を張り時には肌を露出しながら企画の意図を敏感に感じ取り常に番組のことを考えて多くの見せ場を作ってくれた秋元。なんか急に聞いたのでまだ全然気持ちが整理できないですけど、乃木坂で乃木坂の選抜発表で乃木坂に復帰してそこからいろんな人に知ってもらって、なんか秋元真夏っていうなんかのを知ってもらえたのは乃木坂が全部きっかけだったから本当に寂しいです。今日までこうやって毎日夜毎週夜に見てくれてありがとうございました。続いて乃木坂46結成当時のセンターで今は別のステージでもまばゆい輝きを放つ生駒。向上心を忘れることなく乃木坂46の顔として他の番組でも活躍。一人でバラエティに出るようになってやっぱり乃木坂で学んだことを生かしてみたり、外で喋れなかった分乃木坂でどうやって喋ろうかっていうのを考えながら収録をしたりと、やっぱり一つの乃木坂のバラエティ番組なんですけど試す場でもありましたし、私を大きく成長させてくれた番組でした。続いてアイドルの枠から飛び出しモデルとしても高い評価を受ける白石。番組内でも多彩なキャラを見せメンバーの魅力を引き出してくれました。正直知らなかったので、びっくりしてるんですけど、結成してもうすぐの時から番組がスタートして、でバナナマンさんのお二人にもたくさん支えてもらって乃木坂も大きくなれたと思いますし、乃木坂があったからこそ私もそうですし、みんながこう一人一人がすごく個性が持てたりグループとしても大きく成長させてくれた番組だと思ってるので、機会があればまた一緒に番組できたらいいなって思ってます。ありがとうございました。骨と折れちゃうんだね。続いては独特すぎる感性で番組に笑いを届けてくれた橋本。クールな見た目の中にも熱い芯の強さを見せメンバーを引っ張ってきてくれました。橋本が食った瞬間柄の部分だけを折るっていう、こう乃木坂でどこのスタッフさんバナナマンさんが毎日一緒にいるわけではないけど、やっぱり乃木坂を発信できる場っていうのがやっぱり乃木坂でどこが一番大きな場であったし、最初からこう見てもらっている人に囲まれてやってきてたので、やっぱり自分の悪いところとかいいところとかをすごいさらけ出せる現場っていうのはここしかなかったし、この現場のスタッフさんと
バナナマンさんとこうやって今までみたいに定期的に一緒に過ごす時間がなくなってしまうってことが悲しいし寂しいなっていう気持ちが今は急だったので大きくて、でもきっと元の乃木坂が大きくなればまた皆さんとご一緒できると信じているので、それを信じて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。続いて関西風味の味付けがされた底抜けな明るさと持ち前の不思議なキャラクターで幾度となく番組に見せ場を提供してくれた松村。すごいこの乃木坂ってどこをやってて、すごいなんかこの番組がすごいもうみんなにとってのもうホームな感じだったので、たくさん助けられたし、すごく、感謝しています。本当にありがとうございました。高校2年生16歳の10枚目シングルで途中加入し、11枚目シングルで選抜入りした相良伊織。慣れないテレビ出演の中で懸命に自分の色を探しました。出始めた時もすごい最近で、なんか分かんないまま終わっちゃう感じなんですけど、もっといろいろ活躍したかったなって思ってます。ありがとうございました。バナナマンさんと一緒にご飯行こうっていう乃木床3年半の思い出にメンバー大号泣。続いては斉藤飛鳥。スパイスの効いたコメントセンスで番組を沸かせ、現在はモデルの活動も行うマルチな才能の持ち主。なんかみんなも言ってるように現場のスタッフさんとかバナナマンさんとこういう場で会うことがなくなっちゃうのかなって思うとすごく寂しいし嫌だけどこの番組がなかったらここまでみんなは成長してなかったし私も成長してなかったと思うのですごく感謝してます。ありがとうございます。続いてのメンバーは伊藤真理香。丸顔気にしてんの？親譲りの美的センスで番組内でもアーティスティックな一面を見せてくれました。1年ぶりに選抜に入れて、次こそ自分から前に出ようって思っていたので、すごいこのタイミングになくなるっていうのを聞いたらすごく寂しい、とても寂しいんですけど、また機会があればご一緒したいです。ありがとうございました。堀美央奈。続いては7枚目シングルでセンターに大抜擢された堀美央奈。切れ味鋭いアドリブを披露するなど、キラリと光るタレント性を見せてくれました。乃木坂を知ってもらいますように。バナナマンさんとこの乃木坂のメンバーの番組っていうことでいつも楽しみに毎週見てて、で自分が入って初めて参加してすごい嬉しかったっていう気持ちと、いろんな経験をさせてもらったというか、乃木どこで初めてやったっていうことがすごい多くて、こう乃木どこで学んだことっていうのが本当にいっぱいあるので、それをこれからどんどん生かしていって、もっと乃木坂が大きくなれるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。でもやったことないんで、どうやって。続いて捉えどころのないキャラクターで番組内でも抜群の存在感を見せた星野。決めるべきところはしっかり決めるそのスター性に何度も驚かされました。味がまた違うのが好きです。なんか最初は喋れなかったし、
でもみんな優しかったから喋れるようになってきたし、さっきなんか日村賞もらってないから、なんかバナナマン今度は洋服じゃなくてバナナマンさんと一緒にご飯行こうっていうの言ったらいいよって言ってくれたから、楽しみにしてたのに、なくなるって言ったから行けないから、今度なんかみんなでゆっくりこうバナナマンさんとも話したいし、うん、寂しいです。ありがとうございます。はい、危ない。続いては元気な大分弁がトレードマークの江藤、年長メンバーとして大人のエッセンスを番組に与えてくれました。大分の底力なめんじゃねえぞ。選抜発表の時にやっぱりみんなすごくその場で自分の立ち位置だったり選抜アンダーっていうのを知らされるっていう、すごいこう緊迫した空気の中、バナナマンさんがなんか愛のあるコメントをいつも残してくださって、なんかそういうのをやってくださるの、任すなんかやってくださるのはバナナマンさんしかいないなっていつも思って、すごく助けられていたので、うん、なんか本当に感謝の気持ちしかないです。3年半の歴史がついに終わる。さようなら乃木床。よいしょ。続いてはグループ全体を見渡す視野を持ち、常に他のメンバーのことを気にかけてきた若月。大丈夫、生駒にはみんながついてる、頑張れ。実感全然ないし、また何週かしたらここに来るんだろうなっていう気しかしてないし、乃木坂の全ては乃木床からできてるなってすごい思ってて、乃木坂の全てを作ってくれて本当にありがとう以上のものを伝えたいなっていうのがいっぱいですね。質問がファンの人からコメント。グループ最年長メンバー深川、聖母と呼ばれるあだ名の通り、決して感情的になることはなく、時には相手のために涙を見せる優しさも見せました。うん、深川。約、まあ、3年とちょっとみんなでやってきて、でも本当にみんなも言ってたように、なんかこれだけみんなが素で伸び伸びいろんなことを勉強させてもらえた番組は乃木とこだけだったと思うので、ファンの皆さんもなんか週一の乃木とこすごい楽しみにしてくださってたので、そのすごいなんか私たちにとってすごい大事なものがこれからなくなっちゃうっていうのを考えるのはまだ想像がつかないんですけど、でも本当にバナナマンさんと一緒にお仕事ができて楽しかったです。これからもまたみんなでいつかできるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。最後の挨拶はキャプテンの桜井。グループ結成から共に歩み共に成長した番組の終了に桜井は何を思うのか。終わりたくないです。もっと早く言ってくれればよかったのにってすごい思うんですけど、形成したばっかで曲とかも何も持ってなかった私たちを一番最初に使ってくれたのが乃木床で、嬉しい時も悲しい時も全部そばにいてくれたのが乃木床で、まだまだこれからなのに、ずっと最初から見てきてくれてた乃木床がなくなっちゃうのが本当に悔しいです。また絶対乃木床を復活させたいし、同じチームでまた仕事ができるように頑張りたいです。まあ我々にとってもね、はい、最初に言いましたけど、
まあ相当今回11枚目 で10枚目までやってなんか区切りじゃないですけど、あの成長してましたしね、まあ突然っていうのも多分これはあんまり前から言うとね、まあどの番組もそうですけど演者は一番最後に聞くっていうのはもう多分これからもあるかもしれないけど、でもまあ俺個人的な意見途中からやっぱりこうどんどん成長していく過程も見てると、普通の番組とやっぱりちょっと伸びどこは自分の中でも違ったんで、来るのも楽しくなったし、なんかいろんな活動がこう増えてくるとどうなったとかこうやって話したりもして楽しかったし、まあ、今後もどんどんでかくなっていくと思いますけどね、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。なんかありますか？いやもう同じですよね、やっぱりこう、まあ、番組はまあ始まればやっぱりいつか終わりますから、でもう3年ですか4年ですか乃木坂ってどこやって、もう最初に出会った頃とはもう比べ物にならないぐらいね、西武ドーム埋めてるんですから、ここで、まあ番組は終わるけどもね、まあ、みんなはまあ今後もこう進んでいくということですから、そう、ね、我々も行きますし、また違うところで共演する機会もあると思いますし、それはそうです、ね、この発表が最後になるか何週間前に置くか、ちょっと総集編みたいなのが入るかもしれませんけど、今日で乃木どこのスタジオ収録がこれで最後ということになります、はい、今までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後バナナマン最後の言葉にメンバー号泣。今までありがとうございました。ありがとうございました。ございます。はい、そして、乃木坂ってどこは終わってしまいますけども、新たな番組が始まります、MC はバナナマンで、皆さんがまた来るというね、リニューアルしますので、ね、ただこれいややっぱね本当成長が見れて、ただ待ってそれを言うまでの振りが長いわこれだいぶ長かったね、一言って言ったのにみんながすげえ喋るから長かったな。いやなんか乃木坂ってとこは最後だから、あー長いわ、乃木どこリニューアルしてまたやりますので、我々もリニューアルするんすか、はい、はい、また同じ時間に、乃木坂の番組皆さんこれからもよろしくお願いいたします。スタッフは全部変わっちゃっていいんですよね？全く一緒です。あーちょっと待ってよ、ね、ちょっとロドリコの君たちはすごいバナナマンに感謝してるんだ ね本当だね。そりゃそうです。結構泣いてくれるんだな。すげー泣いてくれる。桜井とか桜井とか超怖い顔してた最後。そうそう。そう、皆さんこの後歌通りがありますから涙の方は。あ、もうどういう思い気持ちで歌通りすればいいか分からなかったんですか。いつ終わるか分からないから毎回毎回魂を込めてねやっていただきたいと思いますよ。星野がすげえ結構初めてぐらいでかい声じゃなかった。一緒にご飯食べるみたいな。いいよ、やっぱみんな良かった、みんないいよ、とっさに あの感じみんないいね。いいですね、良かった。橋本とかも泣くんだと思ってちょっとなんかやっぱりなんかバナナマンさんと会えなくなるのかもしれないって考えたらやっぱりなんか私バナナマンさん好きなんだなって嬉しい嬉しい嬉しいよ、ごめんね、なんかこれからもよろしくお願いします、はい、お願いします。というわけでじゃあ皆さん、はい、乃木坂ってどこ今までご覧になっていただきましてありがとうございます。また次の番組をよろしくお願いします。それじゃあ皆さんさよなら。さよなら。バイバー。乃木坂46の出演する舞台女子楽の公開オーディションが行われました。参加メンバー26人の中からトリプルキャストの5役を演じる15人がご覧のメンバーに決定。6月からの公演をお楽しみに。もう一度この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。おととい飛び込そして川越農場に悲劇が。